宇宙で一番明るい屋根は、野中ともその長編ファンタジー小説。ポプラ社から書き下ろしで2003年11月、刊行された。中学3年生の少女と、星バーと呼ばれる怪しい老婆とのひと夏の交流を描く。2006年7月25日に、角川文庫から文庫化、映画化に合わせて、同年2月に、電子書籍化、同年4月に、 公文社文庫より再文庫化された。2020年に映画版が公開された。2020年9月4日に公開された。監督は藤井道人、主演は本作が映画初主演作となる清原かやで主題歌も担当した。撮影は2019年8月3日から8月29日まで東京都多摩市成績桜が丘、神奈川県秦野市を中心に行われた。 宇宙で一番優しい時間のタイトルで映画本編のラストシーンにて描かれた笹川誠が体験した1日を描く VR ショートムービーが制作され au スマートパスプレミアム会員限定で2020年9月18日から配信された映画本編に引き続いて藤井道人が監督を務め撮影は本編と同じく関東近県及び 山形県鶴岡市の鶴岡市立加茂水族館にて行われ、キャスト、監督、スタッフの全員が初の VR 撮影となる中でヘッドセットを装着して映像確認を行い、360度の映り込みの中で舞台のようなノーカット撮影も実施している。あらすじキャストスタッフ、ありがとうございます。